いたリーダー2人のええとこを教えてください。世界さんは、はい、こう、まあ、最年長じゃない、うん、でも最年長なのに一番ふざけるところが俺はええとこやなと思う。確かにこう盛り上げてくれるよね。うん、盛り上げてくれるし、楽屋盛り派も結構考えてるよね。あの空気感のことね、めちゃくちゃ考えてると思いますね。なんかクリエイティブ的なことももちろん考えてくれるけど、うん、そこまで考えられたら大輝くんのいいとこが全部なくなっちゃいます。ヒローズは、うん、ステップとジャンプが2つのツアーでやってるじゃないですか、うんうん、結構みんなね、セクシーな感じでやってたりとか、うん、入ってちゃんと真面目にやったりするんですけど、はい、1A かな、1A、僕が結構後ろ側にいて世界さんが斜め前にいるんですけど、すごいふざけてんだよな。2階にいる人がボーカルなのかな、誰か受け止めてないですかそれ。じゃあ受け止めれてないな。俺ってことか、はい、いや多分俺かも。なんか多分じゃない、多分じゃない、俺だ。何されてるんですか。来てる、変顔変顔してるよね。誰が。世界さん、世界さん、えベイビーローズで初めて知ったわけないでしょ。これもライブ散りばめられてるんですよ、世界さん。それはそうね、確かポイントが、うん、で、ライブしてへんよ、変顔なんか。変顔というか失礼だろ、お前。失礼だろ、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 真面目に言ってる変顔とかな。どうする、リーダーだ。失礼やな、どこどこ。ライブでもあるんですよ。ライブで怖いじゃん。ここの部分、ソータと入れ替わった時、うん、後ろ向いてるでしょ、うん、世界さんの結構いろいろ飛び込む、壊れなくてもだけ、あそこです、そこです、そことかでも結構やっちゃってる、やっちゃってますね。でも逆にちょっとそれがないと、あ、世界さんちょっと今日元気ないのかなって。大輝くんはね、マジでグループ愛もすごいし、うん、本当に人たらしだね。ああ、なるほどね。マジでいい意味でね。うん、確かに確かに、いい意味ですごく人たらしです。そのちょうどバランスがすごいんでしょうね、世界さん、大輝くんの。そうだね。世界さんがさ、あんまこう言わないというか不器用な感じのところを大輝くんがボボボっていくじゃん。うん、それもなんかさ、何の嫌味もないさ、そうそう、すごいなんか受け取りやすい言い方で全部言うから、うん、愛がある感じでね。そう、逆にこうライブの時の、はい、お前ユウセイドラマ出すぎてさ、ちょっとお前振り入ってねえじゃんとかいう喧嘩団体なの。ああ、でもそこは逆にそういうことがないように、まあ大輝くんとか、まあ同じボーカルのソータとかもそうなんですけど、あとケイトっていう最年少組が結構支えてくれるというか、うん、まあ、助けられて、まあ、世界さん、リーダーの世界さんもなんか僕がこう動きやすいように、歌に集中しやすいようにこう変えてくれたりとかもしてくれるので、本当に助けられてますね。いいですね。いや、いいメンバー愛ですね。いや